え？今回の講師は数多くのホラー作品を手掛ける脚本家小中千秋。怖い。小中さんが考えたこう観客を本当に怖がらせるものっていうのは何やったんですか？突き詰めて言うとね、あの不条理なものって僕は言い方するんです。だからそこにあっちゃいけないものとか。なるほど。ホラー映画の歴史を振り返り、恐怖の演出について学ぶ。はいはいはい。めちゃすごいやん。昔は幽霊がねペラペラ喋ったんですよ。殺すぞ。怖くねーってなるもんね。私が女優になる日、土曜深夜。ときめく時を TBS。